1年に1度大切な人にチョコレートを渡すバレンタインデーまであと1ヶ月を切った中、都内でバレンタイン商戦が本格化しています。西武池袋本店で今日オープンしたチョコレート売り場では、昨日一足先に試食会が開かれました。試食会に集まったのはおよそ500人。お目当ては国内外のおよそ120ブランドのチョコレートです。売り場には世界の有名ブランドから店舗限定のものまで、色とりどりのチョコレートが並んでいました。西武池袋本店の今年のテーマは、私が楽しむチョコレートで、持ち帰る商品だけではなく、その場で食べられる商品にも力を入れています。中にはここでしか食べられない限定商品も。実は近年、チョコレート売り場にはこうした体験型の売り場が増えています。訪れた人は、今しかない期間限定とか今年の味とか結構弱いんで、結構楽しんでいただいてます。いろんなデパートを回るのがちょっと楽しいですね、体重を気にしながら。今後のバレンタイン商戦は、物消費からこと消費への流れが加速しそうです。